ピーターを使って演奏回路を作りましょう。まずスタート部分にブロックを置き、その上にボタンを乗せます。スタートを中心に右へリピーターを4個置きます。レッドストーンパウダーを縦に4つ伸ばします。次は左を向いてリピーターを8個置きます。レッドストーンパウダーを縦に4つ伸ばします。今度は右を向いてリピーターを8個置きます。これを繰り返してジグザグになるよう配置します。リピーターは設置した後1クリックします。変更がある場合はリピーターの上に数字を書きますので、その分クリックしましょう。リピーターとリピーターの間には音ブロックを置きます。音がない場所は何か別のブロックを置きましょう。動画の後半には数字が書いてある音ブロックが出てきます。数の大きさは音ブロックをクリックする回数、色は下のブロックの種類を表しています。ピンクとグリーンは草ブロック、オレンジは木ブロック、白色は石ブロック、黄色は砂ブロック、水色はガラスブロックです。この回路はアレンジして楽しむこともできます。ピンク、グリーン、オレンジの数字の下に境界ブロック、粘土ブロック、金ブロック、ウールブロック、骨ブロック、このどれかを置くことで音色を変えることができます。自分だけの組み合わせでアレンジに挑戦してみてください。最後にスタート部分のボタンを押すと演奏が始まります。以上がリピーターを使った簡単演奏回路の作り方です。次は音ブロックに数字が書かれた画像を流していきますので、一時停止しながらご覧ください。どうもこんにちは。本日の担当はアンツです。よろしくお願いします。さて今回の曲はスプラトゥーンより塩カラーズの今すらねばです。というわけで今回はスプラトゥーンよりフェスの時に流れる残り1分の歌今ぬらねばを作りました。もともとは縄張りバトルの時に流れる Now or Never という曲のアレンジなのですが、1と2でだいぶ曲の感じが違ってかっこいいですよね。最近だと2月に行われた総会議のハイカライブにて、塩カラーズとペンタクルズの2組が一緒に歌うスペシャルバージョンが演奏されました。あの熱い展開にうおーと盛り上がった人も多いのではないのでしょうか。さてさて話は変わりまして、本日のタイトルの話に行きましょう。今回は曲をほぼ丸々作ったせいでものすごく長い回路になってしまいました。音ブロックの量はたくさんありますが、押さえるべきポイントは簡単ですので、サクッと解説していきますね。まずは曲の速さについてです。もともと今ヌラネバーの曲の速さは BPM180 なのですが、リピーター回路の使用により BPM150 の速さで演奏しています。音ブロックでは曲の速さによって自動的に回路の形が決まるのですが、この BPM150 と BPM200 のちょうど真ん中の速さで曲を作ることができないんですよね。なのでちょっとゆっくりな速さで曲が流れますが、ご了承ください。次は B 級の数字について。
の手とギター演奏部分にピンク色の数字を使いました。なのでピンク色の数字の下には要望ブロックを敷いてください。最後はホイッスルの部分についてです。試合終了の時に流れるホイッスルの部分も今回作ってみました。この一番最後の列に置かれたオレンジ色の数字の下は金ブロックを敷いてください。リピーター&クリック回数も違っているので、そこにも注意してくださいね。というわけで、今回のカイロの説明でした。作るのが大変だと思いますが、頑張ってチャレンジしてみてください。さて、最後にお知らせです。本日4月1日に、ネバサシチャンネルがリニューアルしました。エイプリルフールじゃないよ。新しく、チャンネル名が、みんなの音ブロックチャンネルに変わりましたよ。みんなのってついていますように、みんながもっと音ブロックを楽しんでもらえるようなチャンネルにしていけたらなと思います。詳しくは新チャンネル自己紹介動画がアップされますので、そちらをご覧ください。それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。音ブロックがあなたのワールドをより魅力的にします。興味のある方はチャンネル登録をお願いします。また質問や曲のリクエストも随時募集しています。最初にリクエストまとめをご覧になった上でコメント欄にお書きください。